皆さんおはようございます投資の隠れがいようこそいらっしゃいましたこのチャンネルでは毎朝注目すべき業界のトピックスについて取り上げていきます今が投資のチャンスです AI とともにこの投資のチャンスをしっかりものにしましょう今回取り上げるのは鉄鋼株ですそれでは耳をかっぽじってしっかりと聞いていってください今 n o で鉄鋼株に対する注目度が高まっている世界的なインフレ懸念が高まる中 株式市場ではバリュー株を見直す動きが強まっているが低 p e r かつ広背通り回りの鉄鋼株はその中核として投資家の熱い視線を集めている中国の鉄鋼需要の回復期待もあり鉄鋼株は世界的な上昇基調にある商社株や海運株に続く人気セクターとして鉄鋼株には見直し機運が膨らんでいる。 鉄鋼株にに対するる関心が世界的に高まっていいいのは間違いない日本では日本製鉄の株価が2021年末から直近までに4割強上昇したが米国のニューコアの株価も同期間に同じく4割強上昇ユナイテッドステイツスチールも2割近く値を上げている欧州のアルセロール・ミタルは22年秋にかけ南朝展開が続いたが9月末から直近まで5割強の反投を見せている。 こののの鉄鋼株上昇の背景にあるのが中国需要の回復期待だ中国は世界の鉄鋼需要の半分を占めるとも言われるが昨年12月にゼロコロナ政策が撤回されたことをきっかけにして一気に世界の大手鉄鋼株に対する見直し会が流入している。また 鉄鋼株にとって追い風となっているのが世界的なバリュー株見直しの機運だ日本製鉄の株価は今期予想連結 PER3 倍台で同配通り回りは6%台が見込まれる水準である低 PER かつ高配通り回りで割安株の代表的な存在となっているが米国のニューコアの連結 PER も7倍台欧州のアルセロール・ミタルは同2倍台程度と低 PER 水準にある 世界的なインフレ懸念が高まる中、高 PER の IT 関連などハイテク株から資金が流出する一方で、バリュー系の低 PER 株を見直す動きが強まっている。鉄鋼業界をめぐる経営環境としては、昨年は中国のゼロコロナ政策や半導体不足を背景にした自動車減産などが逆風となったが、今年はその巻き返しによる需要増が期待できる。さらに、にウクライナ危機を背景にした軍事需要の拡大も、 鉄鋼業界にはプラス要因となるだろう中国需要の回復期待で鋼材の代表品種である熱のべコイルなどの市況は下落基調から上昇に転じてきている為替面で一時の大幅な円安が円高方向に触れている点は不透明要因だが円安は海外事業の増益要因となるものの原料価格の上昇につながる面もあるだけにプラスマイナスの両側面が指摘されているこうした中 注目を集めているのが第三四半期決算の内容だ。鉄鋼大手では2月6日に JFE ホールディングス9日に日本製鉄の決算が予定されている日本製鉄の場合。 23年3月期の連結純利益は前期比5.1%増の6700億円と2期連続の最高益が予想されているが未定とされている期末配当予想は同日に発表される見通しだ市場では期末も中間期と同様に90円で年180円配当を予想する見方が出ている JFE も例年 第三四半期に期末配当の予想を公表している期末配当は40円で年90円配当を予想する見方があり足元の株価は連結 PER6 倍台配当利回り5.2%前後の水準となっているただ配当成功は30%程度が目処とされており年80円を見込む声もある今後の鉄鋼株の見方に関して決算発表で会社側から慎重見通しが出され 株価は一旦売られるることもあり得るしかしながらそこは絶好の会場だろう中国景気が今後かなり高い確率で回復するとすれば。 大手鉄鋼会社は来期も堅調な業績が期待できる。足元の株価で5%や6%といった後輩通り回りが見込める鉄鋼株はやはり魅力的である。日本の鉄鋼株には海外投資家も買いを入れている様子だ。中国需要と今来期の業績見通しに左右される面は大きいが、23年は鉄鋼株が勝者や開運に続く人気セクターになるとの見方が出ている。さてさて、長くなりましたが。 いかか。がでしたか日経平均株価は全体指数でいうと長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資をしていくのも選択肢の一つですこのチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは今日も一日頑張ってくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え 自分で決めろよ、絶対人のせいにすんなよじゃあ、明日も絶対見てくれよな